銀時計さん、止まってしまいました。俺に任せて、飛行砲術陣。あれ、砲術陣が使えない？私たちの歌で一緒に解除してしまったのかもしれません。そっか、でも大丈夫、治るよ、また動く。まあ、聞こえているかしら。圭一さんが直してくださるそうですよ。うまく言えないけど、彼女のことならわかる気がするんだ、俺。今は無理かもしれないけれど、いつか直して、またこの島に来よう。この銀時計と一緒に。私たちと共に時を刻み、思い出を作っていきましょうね。また居候が一人増えるみたい。しょうがないでしょ。それとも今のあの二人に何か言える？無理ね。なんたってあの二人は無敵だもの。やれやれ、とんだ騒動だったわ。よく一言みたいに言えますね。あの子たち思った以上にやるじゃない。悔しいわ。それにしては嬉しそうに見えますが。うるさいわね。それよりもまーちゃん。はい。島が崩壊しかけた時、得意点を解放したのってあなたでしょ。なんのことをおっしゃられてるのやら。しらばっくれるならそれでもいいのよ。新しく開発した関節技で許してあげるわよっと。だはは、結局そうなるのか。この島ともお別れか。行きましょう、圭一さん。さあ、帰ろうか。懐かしの我が家へ。